このゲームはあのですね、どういうゲームかというと、クッキークリッカー的なゲームなんだけども、そんなにすごくクリックしなくてもいいやつで、まあ基本的にはまあこのキャプテンが主人公なんですけど、ちょっとなんか 曲が あのレベルアップするとこう、今攻撃力がまあ1なんですけど2になる、やったねキャプテンがレベルアップ、ミネラルを集めるとさまざまなレベルアップやアンロックが可能になります。キャプテンのレベルアップやクルーの回答、レベルのうちはシップコマンドのアンロックなどで必須です。ミネラルはエネミーを倒したり B で連絡することで集めること。ミネラルっていうのはつまりまあお金みたいなもんですよ。でどんどんレベルアップして強くなっていこう。で要はこれ、あの要は今敵ライフがまあ20ぐらい30ぐらいなんですけど40で、これお、ラッキー、エネミーがミネラルを落としたよ。エネミーを B 連打するとたまにアイテムを落とします。メニューを開いてない状態で B を連打しよう。プレゼントの中身がランダム。お、そしてクルー回答する。おめでとう、クルーが目覚めたよ。クルーは共に戦う心強い仲間です。レベルアップすると特別なクルースキルを覚えます。よし、でそうすると攻撃力が、まあ、高くなって、お、これボス、ボスを倒すと今ステージ002、左上のステージ002じゃないですか。これステージ002のボスなんですけど、仮に倒せると、まあ、次のステージに行けると。お、ジェットパックを使ってみよう。プレゼント、スキルポイントを手に入れた。スキルポイントを使ってみよう。よし、キャプテン1に使う。でクルーとの絆じゃないや、スキルだ。これを使う、習得。おめでとう、スターストームを習得。スターストームを覚えると強力なコンボを繰り出せます。まあ要はこう何か表示されてて、あ、ちょちょちょ、上 X、 右 X、 これで強力なやつが繰り出されると。でこのボスの要はライフゲージの下にあるあれが要は30秒以内倒さなきゃいけないっていうことなんで、要は白いゲージに追いつかれちゃダメなんですよ、ライフ釣りが。だからまあまあ間に合わないってなった時はちゃんとコンボを使えばいいし、で別にいちいち入力しなくてもいいんですよこのゲーム。なぜかというとこう成長させれば勝手に強くなっていくんで、でクルーもレベルアップできる。まあちょっと今お金ないけど、でこれがですね、まあこれの何がそんなに特殊なのかっていう話なんですけど、今これ敵のライフがまあ50とか100とかじゃないですか。最終的には敵のライフが1万とか10万とか100万とかになるんですよ。半端ない数字になるんですよ。お、チャンスチャンス。やったね。お、お金が貯まったんで、クルーをもう一人回答するお金はない。
まあ、いわゆるクッキークリッカーゲームの、まあ、進化系って感じですね。で、今右上にこうステージ5のエネミー5って書いてありますけど、お、ボス、そうそう、ボスはパワースポットが出現したよ。キャラクター移動させ一時的に連射速度アップします。まあ、つまり、まあ、こうやって手助けしてそのよりその攻撃が進むようにしてもいいし、でそんなに、なんていうんですかね、せかせかしないで、単純に、キャラのパラメータを伸ばしていけば、別に何も入力しなくても、ボスが倒せたりするんで。あ、倒したかった。ボスが倒せませんでした。ボスは隠れてしまいます、こういう時は。そうすると、まあ、もうちょっと強くなってから再戦とかね。これで今、要はステージ5がクリアできなかったんで、じゃあ、もう B ボタンでいっぱいこうお金を吐かせて、で、パワースポットもまだ使わない。FF のラスボスみたいなインフレ化しそう。いや、それは甘い。そんなレベルじゃないんです。そんなレベルじゃない。よし、パワースポットが出たんで、これに乗っかせながらボスを呼ぶ。よし、今度はお、ダメージレースで勝ってる。お、そしてチャンスタイム、チャンスタイム、これいけるでしょ。よしよし、大丈夫です、いけいけ、よしよし。お、そしてまあ第一ゾーンクリアしたと。お、オーバーチャージライフルを手に入れた。なんだろう、モジュール。お、あ、違う違う、これじゃない、これ。お、キャプテンの攻撃力プラス 35% 装備する。モジュールはキャプテンの装備アイテムです。宇宙には様々なモジュールが存在します。僕 FF 実はあんまりやったことないんで、あんまり。どの FF の話だろう。僕 RPG がちょっとそんなに得意じゃないんですよね、実は。おおおおお、はい、お、なんか出た。わ、気まぐれな UFO、 バッテリーをくれたよ。お、ナイス。お、バッテリーはとっても高価。カプセルやショップ商品を買うことができます。お、そしてここになんかくれないのやつが来た。お、ショップで色を変える。今のところなんだっけ、高価なやつ5しかないから何も買えない。